じゃんじゃん。まあ、巻けばいい。まあ、でも巻いても長かった。顔に疲れ出てる。マジ？そんな？やだな。いや、絶対前髪のせいもある。ちょっと前髪止めようかな。いや、めっちゃボサボサだもん。超髪ボサボサ。ひー。いやー、今日もレッスンでしたね。毎日やるわ。前髪自分で切る。最後に前髪切ったのいつかな。忘れちゃった。いつだろう。あれかな。いつだろう。買い物できてよかった。できてよかったです。本当急遽だったんですけど、なんか焦って買い物すると本当に買えないタイプなんですよ。逆に余計にね。だけど今日本当にちょっとの空き時間でめっちゃ買った。ちゃんと寝てない。マジ寝てない。ちゃんと寝なきゃやばい。マジ夜更かしすぎてやばい。寝ます。ちょっとお腹が荒れてきたんで、ちゃんと寝ないとです。いい買い物できました。衝動買いとかすると、全くしないです。衝動買いなんて全くしない。今日は割と衝動買いとまではいかないけど、ババッと買いましたね。一日あと倍くらい欲しい、時間が。倍くらい欲しい。そう、洋服今日買わなきゃいけなくて、どうしても。なので帰ってよかったです。とても可愛いお洋服に出会えたのでよかったですね。どうしても必要だったんですよ。だから寝るの、その増えた分寝る。 増えた分寝たい。ボム買いました。ありがとうございます。私実物出来上がった写真を見たことがないんだけど、いい感じでしたか？お母さん、ありがとうございます。やばい、足つった。治りました。 そうそう。はやちゃんさん、ありがとうございます。サスケ出てみたい？いや、私は出れないと思いますね。筋肉がないので。精神的に耐えられない。私めっちゃ足つるんですよ。つりやすい、いろんなところ。なんか
の肩とかよくする。私コンサートとか出ると毎回マイコンサート足つるみたいな足つりやすいんですよ。眠いよね。眠くないですか、こんな遅い時間にね。申し訳ないですよ15分くらいだったら終わりますね。ねえ、みんな今日何日、何曜日ですか。今日は土曜日、明日日曜日だね。明日ってあれじゃないですか、エイト公演。私は出ないですけど、明日はエイト公演ですよね。え、明日じゃないっけ私最近劇場全然出てない気がする。今年初の劇場はいつでしょうか。劇場出たいな。私全然まだ寝る準備してない。全然寝れないですまだ。今日メイクしてる、10分メイク、いや10分もかかってないかも。メイクくらい、5分メイクくらい、マジで5分メイクくらい5分メイク。ここの髪の毛になるんだけど、ちょっとここペンに変わりましたよ。昨日千と千尋の神隠しやったじゃないですか。私一番好きなやつなのに普通に見逃しました。ショック、めっちゃ悲しい。一番もうね、3つ普通に薄めるようになりましたよ。もうささっとまとめれるくらい。すごくない？めっちゃ伸びた。じゃんじゃんじゃん。見逃した、見れなかった昨日。ミスターがまだショールームはしてないんだけど、ミスはね今日あったんだけどね、できないのかもね。だってできないかもみたいな。どうですかね。ミス明日劇場出るよね。成人式まで切りません。そうですね、ちょっと整えるくらいならあると思いますけど、伸ばします、頑張って。もうあと8ヶ月しかないから頑張って伸ばします。
いやミスター具合悪くなくて全然明日の劇場の練習ちょっとやばいみたいなやつがね、わかんないけど、前髪、いやそう毎日切ろうと思って切る暇なくてみたいな。なんかさ髪って夜切るのなんか良くないみたいな。それ爪でもなんか髪も良くなさそう。でも夜しか時間なさすぎて、すごい変なところに。違うよ全然体調悪くないよ、元気だったよ今日も美佐子は。ただ練習がやばいみたいに言ってて、あとバッシュも、ね、そうだしな。来年の成人式18歳で実験する人もこのまま、いろんな話が出てるよね。まあ一緒にすることはないと思うけどね、さすがに私たちの成人式は無事開催されるのか。でも今年は延期になったりはしてるけど開催されてるのかな、基本的に。ね、でもマスクしなきゃなのが本当嫌だなって、崩れちゃうからねおメイクが、せっかくのおメイクが。うん、早く前髪切りたい。いきます。そうめちゃめちゃ大変、本当に折れるピエン。いやめっちゃ増えてるよね本当に、うん、気をつけましょう。気をつけるしかできないしね。そう今日とかめっちゃすごいね、超増えてる。怖いね。これからコンサートとかもいっぱい予定されてるから、無事ね延期とか中止とかならずに開催されたらいいなと思いますけど、いつ前みたいなことが起きても、ね、おかしくないしね。本当に怖いですから皆さん気をつけましょう。うん、まあ、気をつけてもどうにもならない行動もありますけども、まあ、とりあえずみんなが気をつければ。私もね本当に今常に感染対策気をつけてるので、皆さんもぜひ対策に対策を重ねてよろしくお願いいたします。気をつけることしかできないからね本当に。イエーイ67日目いやめっちゃ顔疲れてるのやだな。元気ですよ吉田、元気もりもり今日も、う今日は吉田も元気もりもり、ん今日も吉田は元気もりもり、めっちゃ元気なんですよ本当に。イエーイ、ちょっと血色を出していやー本当にちょっといっぱい踊ったんでね疲れてますけど、めっちゃ元気よ。いやもう元気なんですよ、超元気、超めっちゃ気になるんだけどここの髪の毛。イエーイ67日目、眠いけど毎日眠いからなんでしょ、いつも通りって感じ。リハーサル順調ですか。リハーサルね結構やってる回数はやってるんですけど、なんかなかなかみんな揃うことがね少なくて、そうそう早くみんなでやりたいなっていう気持ちです。でも順調順調です、割と
リハーサルは何回も今回やらせていただけてるかなって思いますね。楽しみ。じゃじゃん。明日も頑張りましょう。明日も頑張りましょう。48分だ。やだよ、一日終わるの早くない？一日終わるの早くない？毎日毎日。明日は配信できると思いますよ。明日はそんな遅くまでないからね。今日はすごい遅くまであったんですけど、明日はそんなことないから多分できると思います。イエイ、森さんありがとうございます。よし、終わろう。終わります。短い時間だったけどありがとうございました。ああやだ、すごい髪の毛が。終わります。ランキング読みますね。13位ボクレンバサランさん、ありがとうございます。あ、もちろん変わった。13位ヌッシーさん、ありがとうございます。12位ヒガさん、ありがとうございます。11位まぼろしさん、ありがとうございます。10位関西栄東氏さん、ありがとうございます。9位まさやさん、ありがとうございます。8位ひでじろさん、ありがとうございます。7位タートシさん、ありがとうございます。6位プッチーニさん、ありがとうございます。5位イルカさん、ありがとうございます。4位ジャーリングさん、ありがとうございます。3位森さん、ありがとうございます。2位ポックレンパサランさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ、また明日、ありがとうございました。バイバイ。